ラザリの復活の遺婚ラザロはユダヤ人の男性でイエス・キリストの友人。ヨハネによる福音書によればイエスによって一旦死より蘇らされた。日本ハリストス正教会ではラザリと転写される。ラザロという名はユダヤ名エル・アザルがギリシア語化した名と推測される。ルカによる福音書16章にもラザロという人物が出てくるが別人。 キリスト教の聖教会、非カルケドン派、カトリック教会、聖公会で成人。記念日は6月21日。エルサレム郊外のベタニアに暮らし、マリアとマルタの弟で、共にイエス・キリストと親しかった。イエスはマリアとマルタの家を訪れている。ヨハネによる福音書11章によれば、ラザロが病気と聞いて、ベタニアにやってきたイエスと一行は、 ラザロが葬られて、すでに4日経っていることを知る。イエスは、ラザロの死を悲しんで涙を流す。イエスが墓の前に立ち、ラザロ、出てきなさいと言うと、死んだはずのラザロが布に巻かれて出てきた。この、ラザロの蘇生を見た人々はイエスを信じ、ユダヤ人の指導者たちはいかにして、イエスを殺すか計画し始めた。 カイアファと他の大祭主はラザロも殺そうと相談した。伝承によれば、後にラザロは、キプロスの初代主教となった。キプロス南東の都市、ガルナカにある、聖ラザロ教会の地下、クリプトには、ラザロの墓所がある。聖教会では、伝統的に、聖、枝祭り前日の土曜日を、ラザリのスボタと呼び、キリストによるラザロの蘇生を記憶する。また、 南フランスの伝承では、姉妹マルタ、マリアらと共にサント・マリード・ラメールにたどり着き、その後マルセイユの地で不況に励んだという。2021年、カトリック教会はラザロー・マリアと共に、マルタの記念日である7月29日に加え、一般天礼で祝うことを発表、施行した。ラザロー蘇生の奇跡は、人類全体の罪をキリストが食罪し、 生に立ち返らせることの予兆として解釈されてきた。文学においても、時に、そのようなイメージの引用が見られる。例えば、ドストエフスキーの、罪と罰において、主人公である殺人犯のラスコールニコフが自白を決意する契機として、ラザロの死と蘇りの箇所をショフ、小婦ソーニャに孔て朗読させる場面が登場する。ラザロの伝承から、 キリスト教圏の欧米を中心に、蘇生、復活に関連する学術用語にしばしば、ラザロの名が冠される。医学の、ラザロ長考や、ラザロ症候群、分類学で絶滅したとみなされた後に、再発見された、生物種を指す、ラザロ生物群などである。フィクションでも、ホラー映画、ラザロエフェクトや小説、ラザロラザロ、幸福な、ラザロのように、 ラザロを題名に取り入れた作品がある。ありがとうございます。